この動画を開いてくださりありがとうございます。イラスト、アニメを中心としたクリエイター系 VTuber 佐山麻耶です。本日はいつもとはちょっと趣向を変えて、いつもの生配信でお送りしているような雑談動画をお届けします。いくつかのコーナーに分けた雑談動画になります。作業用、お休み用に一気に流していただくこともできますし、今日はこれ、明日はこっちのように日によって見る部分を分けて見ていただくこともできます。秒数はコメントの方で貼っておきますね。いつもは私、マウスノイズが極力入らないようにお話ししているんですが、今日に限ってはこんな風にささやき気味にお話しするので、苦手な方はご了承ください。それでは本日のラインナップはこちら。ハリシーの歌、マキコ、フミヤの霊に注ぐ、中原中也。骨、ほらほら、これが僕の骨だ。生きていた時の苦労に満ちたあの汚らわしい肉を破って、しらしらと雨に現れ、ぬっくと出た骨の先、それは光沢もない、ただいたずらにしらじらと雨を吸収する、風に吹かれる、幾分空を反映する。生きていた時にこれが食堂の雑踏の中に座っていたこともある。三つ葉のおひたしを食ったこともあると思えば、なんともおかしい。ほらほら、これが僕の骨、見ているのは僕、おかしなことだ。霊魂は後に残って、また骨のところにやってきて見ているのかしら。ふるさとの小川のへりに半ばは枯れた草に立って見ているのは僕。ちょうど縦札ほどの高さに骨はしらしらととんがっている。ここからは本当に普段の雑談配信と同じような感じになると思います。結構ね、メイクに30分かかる人間なので、メイクしながら雑談してることが多いんだけれど、今日もそんな感じでいつもの通りメイクをしながら雑談してます。もうね、眉毛描くのにね10分かかるの。そんなからもうダメ。眉毛ね、すごい描くのが下手なんだ。めっちゃ斜め45度に下がる。斜め45度は持ったけど、今日はね、家に親もいなければ妹もいないので、もう一人でひたすら喋ってるだけなんだけど、たまに生配信しているときは妹ちゃんが乗り込んできたりもします。そうなると結構カオスになっちゃうんだけどね。よし、いつかやりたいなって思ってる企画がいくつかあって、アニメーションを描くのがすごく好きなんだけど、それをいつか実写と合わせたアニメを描きたいなと思ってて、その中で一個やりたいのが、描いたアニメと一緒に踊ってみたをしたいなっていうのが一番やりたいことです。
踊ってみたっていうと結構書かなきゃいけない枚数がすごい多くなっちゃうから、いろんな人に協力してもらえるのが一番いいな。あとやりたいこととしては、ゲーム実況をやりたいなっていうのがずっとあって、そう、友人にゲーム作ってる方がいたりとかして、ほんでゲーム実況したいなと思ってる。もともとさ、動画を見てる人でキヨさんとか、あとはレトルトさんとかの動画をかなり見る人なので、ゲーム実況は強い憧れがある。もともと VTuber を始めたのも、今書いてる自主制作アニメだけ投稿するのなんだかなっていうので、それまで何かしらの動画を投稿してみたいなっていうのがあったから、そのつなぎみたいな感じで始めたんだけど、あ、私意外と喋るのが好きなんだなって思って、アニメを投稿した後も次の2作目が出来上がるぐらいまでまたこんな風な雑談動画とかゲーム実況とかをやっていこうかなって思ってる。拙い動画でしたが、見てくださった方ありがとうございました。年末ということで、皆さんおそらく暇を持て余しているのではないかと。忙しい方はお疲れ様です。そして今月の31日、大晦日にずっと書いてきた自主制作アニメ決算魔法少女が投稿されます。年内で直接お話しできる動画はこちらが最後になりますので、先にご挨拶だけ。1年間お疲れ様でした。そして来年もよろしくお願いします。お相手は佐山真也でした。